日本大分県大分市金目町大分駅府内、中央口駅ビル付近が金目町にあたる。再開発前の大分駅府内、中央口高架前の方日久市、大分油センター金目町は、大分県大分市中心部の九州旅客鉄道大分駅を中心とする地域の町名である。郵便番号は8 7 0 0 8 3 1大分駅を中心に、日報本線。 久し大本線、宝比本線に沿って北西から南東に細長く伸びる、地区で、北で末広町及び、近地町、東で、県徳町及び上野町、南で、東大道及び金池南、西で大道町に接する。町域は、ほぼ、大分駅の構内、旧構内に相当し、現在の大分駅の高架ホーム、駅舎、駅ビルに加えて、 かつて府内中央口東側にあった旧貨物ホーム部分、上野の森口南東部にあった旧法比久佐市大鉄道事業部法比久佐市大運輸センター部分にあたる。このため、町域は大分駅を中心に南東側に大きく広がっている。2012年3月17日の大分駅降下化とそれに伴う再開発で大きく姿を変えた地域であり、 大分駅高架化と同時に、駅舎内に、文庫には先市場が開業。また、2015年には、府内中央口側に、新駅ビルが竣工し、4月16日に、商業施設、アミプラザ大分が、4月23日に、JR 九州ホテルブラッサム大分が開業した。なお、再開発で設けられた、施設のうち、府内中央口広場は、末広町に、 上野の森口広場は、東大道一丁目に、大分駅南立体駐車場は、近池南に属し、いずれも、金目町の町域には含まれない。高架化された駅の南北を結ぶ道路として、2013年2月14日に、町域の南東部を横断する、都市計画道路近地桜川丘線が開通している。1966年に、従前の大技大分朝号の本。 あざア,アゼな市、アザカクノキ、アザ西中原、あざ北中原、アザ南中原、アザガ駅に行け、アザ内木に行け、アザ税所、アザ南持電に住居表示を実施した。当時は国鉄大分鉄道管理局などがあったので、交通のよという理由で命名した。なお、町域に隣接する府内中央口広場には、大分バス、だいぶ交通のバス乗り場があり、多くの一般路線バス。 定期観光バス、空港連絡バス等が発着する。ありがとうございます。